2016年1月1日再編後の地域圏、フランスの地域圏は、フランスにおける最も大きな地方行政区画で、州に相当するものと考えられる。フランスの地理、歴史、文化、観光などに関する日本語の文献では、地方、または州と訳されることの方が多い。フランスの地域圏は全部で18ある。ヨーロッパ大陸に位置する本土及び、 コルシカ島を含む周辺の当初からなるヨーロッパの領土に13、ヨーロッパ以外の海外の領土に5つある。コルシカ島を含む本土の地域圏はそれぞれ2から13の圏に分かれている。2003年に4つの海外圏がそのまま海外地域圏となった。そのため海外地域圏政府は県庁も兼ねている。その後、二千十一年にマヨットが海外巡圏から 海外圏に昇格するとともに5つ目の海外、地域圏となった。なお、ヨーロッパ本土の地域圏は2016年より22から13に再編された。フランスは長期にわたって、県とコミューンの二層構造で、地方行政が進められていた。やがて交通網の発達とともに人とものの、流通範囲は広がりを見せ、従来の狭い区分のままでは、 行政が不完全になることがあった。この変化に対応すべく政府は1964年に複数の県をまとめて運営する地域県を設けた。当初は地方県知事が国から任命されるなど中央政府の地方出先機関の扱いであった。その後、1982年に地方文献法の施行により自治県が付与され、 地域県知事と地域県議会及び議会から選出される地域県議長が置かれ、地域県住民による直接投票により議員が選出されるなど自治権が確立された。なお、地域県議会議員選挙は比例代表生活2回投票制である。第1回投票で過半数の票を得る政党がない場合、 10%以上を得票した政党で第2回投票が実施され、第1党から議長が出る。2002年には、近郊鉄道の運営権が国から移管された。これ以外にも、教育、医療、社会インフラ整備などに必要な権限を移譲させ、地方分権を進めることとなる。2004年8月に、地域の自由と責任に関する法律が採択され、道路、公安、 空港の権限以上の方針が確認された。これにより、軌道などのインフラ部分を、フランス鉄道線路事業公社が管理し、地域圏とフランス国鉄が運営することとなった。海外地域圏はすべて海外系を兼ねる。ありがとうございます。